こんにちは。この動画シリーズでは SRE や DevOps、信頼性に関するベストプラクティスをご紹介していきます。私は Google のデベロッパーアドボケイトの山口です。オブザーバビリティと SRE を担当領域としています。この動画では The Art of SLO というワークショップのコンテンツの紹介と、そもそも SLO がなぜ組織において有用な指標となるのかをご紹介していきます。そもそも The Art of SLO とはどういったワークショップなのでしょうか。このワークショップはあなたが運用するサービスに適切な SLI と SLO を選択する方法をお伝えするワークショップです。そもそも SLI や SLO とは一体何なのでしょうか。この動画をご覧になっているということは SRE 本について聞いたことがある、あるいは読んだことがある方でしょう。 SRE 本とは sre.google/books で無償公開されている原著、あるいはオライリージャパン社からこの日本語訳が出版されている SRE サイトリライアビリティエンジニアリングを指します。 SRE 本では Google がどのようにサービスを信頼性高く運用しているかについての数多くの情報が掲載されています。我々が得られた教訓の一つは、信頼性はサービスにおける重要な機能の一つであり、運用においてはそれを計測しその目標値を定めるべきであるということです。ここで次のような疑問が湧いてきます。なるほど。でも私のアプリケーションに合う信頼性の測定値と指揮値はどうやって決めたらいいんだろう。例えば仮想マシンが再起動するたびに障害通知で呼び出されたくないですよね。呼び出されるのであればサービスがユーザーの期待に応えてない時だけにしたいですよね。もしそうしたいのなら、ユーザーが満足できるようなサービスの能力を測る方法と、信頼性が十分にある状態を目標に設定する方法が必要です。この点をより深く調べてみましょう。SLI、サービスレベル指標は、サービスの信頼性を指す度合いです。あなたのサービスが API を提供している場合は、レイテンシーや可用性を選ぶかもしれません。データ処理パイプラインではデータの鮮度やスループットといった数字を見るかもしれません。 SLO サービスレベル目標はいつサービスが十分にユーザーの信頼に足るかを測る基準です。そしてエラーバジェットは全体から SLO を差し引いた残りです。例えばチームで信頼性目標を 99% としたならば、エラーバジェットは 1% になります。この 1% は許容できる不具合の量なのです。このエラーバジェットをサービスの信頼性を維持しつつ、開発速度の最大化のために割り振るのです。理屈は分かりましたが、適切な目標はどうやって見つけたらよいのでしょうか。何をもって十分とするのでしょうか。実践において適切な SLO を設定することは非常に難しい課題です。私たちがこのワークショップを開催する理由はまさにそこにあります。本ワークショップではファングファクションという架空のオンラインゲームを題材として扱います。世界中から何百万人ものユーザーがいくつもの部族に分かれて対戦します。リーダーボードで自分がトップ10に入っているかを確認するといった機能もあります。またログイン、仮想通貨の購入、対戦、プロフィールの表示、リーダーボードの生成など多くのビジネスクリティカルなユーザージャーニーがあります。これらはすべてプレイヤーたちが気にすることです。こうした情報をどう使えばよいのでしょうか。このワークショップでは各ユーザージャーニーが実践的で必要十分な情報が揃った演習となっています。演習の中で必要な SLI を見つけていくことになります。レイテンシーを例にとってみましょう。レイテンシーといっても、どの日点間で計測すればよいのでしょうか。これを検討するにはユーザージャーニーを深掘りして
ユーザーにとって重要だと思える部分が分かるまで分解していく必要があります。チームで演習に取り組む中で、どの部分が重要か合意が取れない時もあるでしょう。この合意に至るまでの議論こそが非常に重要です。実践においてもビジネス要件とエンジニアリングの制約の間でトレードオフが発生することがあるからです。またレイテンシーはどこで計測すべきでしょうか。サーバー側に近いロードバランサー、あるいはユーザーに近いクライアントアプリ上でしょうか。ワークショップの演習を通じて、皆さんのサービスが提供するユーザージャーニーに必要な SLO を設定する力が徐々に鍛えられ、2、3回の演習を終える頃には実践できるようになることと思います。ここまで聞いて、よし取り組んでみようと思うと同時に、このワークショップの参加費が気になった方もいるかもしれません。ご安心ください。本ワークショップは無償で実施しています。コンテンツもクリエイティブコモンズライセンスで提供しています。ワークショップを開催するファシリテーター向けのスライドや資料も、参加者向けの資料もすべて公開されています。さらにワークショップでは、既存の SLO を改善するための振り返りの演習に使える資料も提供しています。興味を持っていただけたなら幸いです。概要欄にリンクを貼りましたので、もしご意見がございましたらお聞かせください。すいません、こちらは本物の障害対応の呼び出しのようです。アジアリージョンでのレイテンシーのエラーバジェットが SLO 違反になりそうなほどのバーンレートになっているようです。オンコール中に動画撮影なんてするもんじゃないですね。すぐに対応していきます。それでは失礼します。